アニメ、プリキュアシリーズの劇場版最新作、ワンダフルプリキュア、ザ・ムービー、ドキドキゲームの世界で大冒険、イコールハートが13日に公開され、公式リリースによる新情報が解禁。人間のウサギ山サトルと一緒に暮らすウサギの大福役は中村雄一が演じ、人間の姿に変身する。いろはのクラスメートトサンサトルと暮らしているウサギの大福。可愛らしい見た目とは裏腹に勇敢な性格で、サトルとはマブダチの関係性で親しまれる大福は、TV シリーズの放送開始以降、SNS でも、いつか大福が話すのではないか、という声も上がるなど注目を集めていたが、ついに本日から公開となる、映画最新作で大福が話すことが明らかになった。その声を担当するのは、声優の中村雄一。中村は、呪術廻戦五条、サトル役などで知られる声優で、大福の声を演じることが決まった。際の気持ちについて、大福は、自分が、今まで演じたことないぐらい可愛らしいキャラクターでしたと20年以上の声優歴を持つ自身にとっても、新たな挑戦であることを告白。